それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうとなるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。空の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太い骨があるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせた。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な堅気に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。よ、これでどうだ錦。くっ、何笑ってんだよ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いや、お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、分かった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、立花不動産の。なんてやつだっけ。
小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。I'm all the way up. Guess I'll have to move closer. Discord audio will slower you a bit. Let's just do that. Boom. Alright, just making sure.You gotta go meet Oda. If I sound a little weird, it's because I'm currently in my brother's bed right now. In his apartment. How do I get? Oh, that's just him. That's just straight up him. Yo, Kitaga. Machi kutabireta ze. Why are we at an Italian joint? San ga nukete ru zo, oi.上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃない。I'm fly as fuck。あんたに言われたくねえよ。What？ あれ。そうか。他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。キリュウくん。くん。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。ま。He's not wrong. I went from mugshot to techie. それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね。どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、苛立く、いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまうやつらのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。Okay, boring.普通のデモより相当安い。I don't need to learn how to be a real estate agent. けど、こいつを先に店に入ってるか。Another pair of glasses. これであんたも。Business card. 立派な立花不動産の社員だな。Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark.I'm a fucking real estate agent, baby. いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようなら、きちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。Anywhere I like, huh? Well, it's good to talk business. Table up in front.The back. If it's not the window, it's got the back.
table near back, table at the back. Now it can't be this, because it's got an arcade game on it. It's got to be the table near the back. So it's as good as any. Yes, この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえに来た。Take the farthest seat, take the nearest seat. Oh, fuck. I forget the Japanese. I gotta look it up. I gotta go watch Rohan Kishibe. Thus spoke Rohan Kishibe. I gotta watch it. 主人に会うまでは、下座に座ってお待ちになるのがマナーでございます。We'll take the farthest seat. They need to walk less. おい、まさか上座に座ろうなんて。The head? I didn't say the head. I just said the back seats. 入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座。The end closest to the door is the foot, and the end furthest from the head is the... それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしてくれ。It's a fucking... It's a square. わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。Coffee, beer, or nothing? Nothing. いや、今は何もいらない。かしこまりました。ほう。なんだ？何か文句でもあんのか？いやいや、見直した。That's fucking go, I'm a genius. 俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがった。I'd have to slap the roof right out of here. だがそこは、元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客。Damn, that guy. どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。Don't have me choose a greeting. そうですか。立花不動産の桐生です。I wasn't even ready for that. Still got that shit.いいぞ。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引には繋がらないからな。だが、残念。名刺が逆さまだ。I like how, 初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。 Like they'll make picking up a phone and they'll turn into a QTE and make it a big dramatic scene. I love that. なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし、怖くてね。もちろんです。時に山野井さん、早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万。Damn. 勝手に座ってる。それはまあ、安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺なら、ビタ一も払う気になれ。おい、失礼だ。
その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ、話は分かったな。要するに専用、ま、交渉は俺がやるよ。専用屋のバッグにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たったキリュウ、君に最初の任務をやろう。なんだ、ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ、相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。まあ、それが分かったよ。Okay. Joto, I can't see you guys. My camera isn't working. Leave me alone. Oosh. Fuck that. Whatever. I didn't want to beat you guys up, but here I am. I don't remember how that works. Wait, I haven't played this game in so long. What? No, I was talking. Do I still have the vanity drive in this deck? Oh, I forgot I got that. Ah, there was another one down. How do I charge? How do I just tell... There we go. Oh, it's right in the middle of the combo. Okay. I got you. Hold on, I'm back. Yo, Kiryu. これでいいんだろ。これでいいんだよ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。Okay. Yeah. No. Sure. ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ。それじゃ行くぞ。ああ。ああ。お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。ビル。この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理店参りました。立花不動産のもんですがね。What the fuck are you doing here? 立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。お邪魔します。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち抜いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。Fuck。なんなら。He's being lawful。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての専用屋がよく言うな。なんだよ専用屋って、
てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの橘不動産だってな。あんま調子に乗んなよ。不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどういう忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。あ、ヤクザ。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立場の不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど、あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？あらら、話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。 Somebody snuck in at night. そうだな。700万ってところが、あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だわ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただ You did throw 6 million yen at a random guy. 口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。ね、おだ、あんた、はなからこういう筋書きだったのか。まあね。でも、新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。No. This is my type of job. そうでもねえさ。Whip out the business card. し、しろと。余計な手間かけさせる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ。 I wanna give you my business card. Actually, no. Also, I see a lot of things I can use. Fuck out. Hey, what? Fuck out. Fuck.
Oh my god, they didn't stand a goddamn chance. I had more trouble changing my stance than fighting you guys. We just pulled that shit and we're gonna get away with it too, because you can't do nothing. I'll do you one better. Take my business card, bitch. It'll last long. Kuze. Oh, never mind. That's not Kuze. Hiroki on. Awano Hiroki. I realized who Kuze would find. Come on, come pick your boy up, bro. Kawamura Shou には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって、堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも、俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？Who's this? 戦友屋の辻さんよ。はい。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ。一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。That's what I thought. Bitch. それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、この桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。Bye, buddy.That's a face I will love not seeing ever again. 仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。 I just will. そんな先のこと考えてねえ。そっか。 Gotta make the goddamn この後はどうする？ Kazuma family。 問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな。今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。このノイズはマッカボールだ。どうしたか。いやー、それにしても頑固ですね、山の井のジジイは。ん？自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけ、まったくだ。You said it. しかし今回、I'm hoping a few bruised ribs will serve as a reminder next time if he gets his place. いい加減、次は落ちるだろう。山の井さえいなくなれば、あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシトラさんのものになったも同然ですからね。Leisure King? You went with Leisure King, not Shitara. これで、ファイブビリオニアの他の連中にも、でかい顔ができるってもんね。Leisure King? Five billionaires? Fucking leopard print. おっと！おっと。てめえ、何つったってやがる！
You're the one who ran into me, buddy. I was just standing. You even acknowledged it. Well, well, いいじゃない。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからね。それに、俺って器が広いからよ。見逃してやるよ、兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんだねえぞ。Why do you have such an ego? I am twice your size. I could murder your ass. Who the hell was that? This little pet called him the Leisure King with a straight face. They definitely mentioned Yamanoi though. I don't like what I heard. I need to check on him right away. Right away. Yamanoi, Yamanoi, are you okay? I've never been to Makabo. Yamanoi-san. Oi, shikkari shiro! Who are you? I don't know you. Puts on the glasses. Oh, Kiryu-san! そんなことより大丈夫か。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか。I'm gonna bring you all the way there. I'm sure, bro. うちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中。もしかして。娯楽王とかなんとかいうやつらか。え、桐生さん、どうしてそれを。さっき向かう途中で絡まれてな。山の家を消すだの殴っただの物騒なと言っていたから。It only just occurred to me that right as the guy who was talking about beating your ass 一体何なんだ was the one who actually beat your ass ってのは。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。The one trillion. 今、カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも、風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく Obviously. あんたの所有する物件ということ。 Why did you think for a second they cared about him as a personなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。つまるところ金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれるそんな優秀な子も何としても手に入れた。物件は駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが
彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。It's based on Kabukicho. 一つだけ方法があります。なんだ、それは。キリュウさん、あなたが。あなたが。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も、私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上できる限りの協力をさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思います。 My resume is going to be so fire. 別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。バカだ。え、あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだがどういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う
昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね、うん、お願いできませんか桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった、そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ桐生さん。Right, no time like the present. Let's get you up to speed on the basics of our business. I'm Yamanoi-san. But it's a bit distracting with the place in such a shambles. I'll call my secretary to help me straighten up. Secretary? Didn't know you had one. Oh yes, I'll introduce you later. She's quite the charmer. I think you'll agree, Kiryu-san. So...Can I ask you to step out for a bit while I get the office put together? This shouldn't take too long. All right. Yamanoi's cleaning up his office. I should go for a stroll and check back in later. Yeah, for sure. Let's do that.